こんにちは、鈴木です。今日はですね、皆様に陸上のコンテンツをですね、提供させていただきたいと思います。さあ、今日のね、陸上のテーマなんですけれども、この陸上のスプリントですね、スプリントを分解するということです。スプリントを分解するということです。分解です。物事ですよね。陸上に限らずですね、何でもそうですね、スポーツにも限らずですね、例えばビジネスであったりとか、ね、スポーツもそうですし、ね、他のいろんなことっていうものは何で構成されているかっていう分解ですよね。全部を分解していくことによって、それらの構成要素が理解できます。そして、その構成要素を伸ばしていく、構成要素を改善していく。ということがね、行われることによって、その物事というものはうまくいくということがありますので、いかにこの物事を分解できるかというのは非常に大事な要素になってきます。なので、今回はこの足の速さというものを分解していきたいなと思います。さあ、そしたらですね、足の速さというものは一体どういった構成要素なのかということです。足の速さというのは一体どういった構成要素なのかということです。例えば今、現在ですね、世界チャンピオン 100m の世界チャンピオンというのはウサイン・ボルト選手です。9秒58ですよね。確かね、9秒58ですよね。じゃあその9秒58というものを作り出している構成要素というものは一体何なのかということです。何なのかということです。例えば筋力が強いから9秒58が出るんですっていうのかですよね。いやいや、背が大きいから9秒58が出るんですっていうのか、ね、例えば、骨格がいいから、ね、9秒58が出るのか、例えばこんなこともあるんですかね、運がいいから9秒58が出たっていうのが、一体この9秒58というものを作り出している要素というものは一体何なのかってことですね。それを理解すればいいってことです。もし仮にですよ、ね、もし仮にこの9秒58というものを作り出している要素の中に筋力というものがあるのであれば、これ徹底的に筋力強くすればいいわけですよね。徹底的に筋力強くすればいいわけです。9秒58を作り出している構成要素の中に背が高いっていうものが入ってるんであるならば、背の高い人全員 100m やればいいんです。背が高い人有利ですから。運がいい人が9秒58出せるだったら、もうじゃんじゃん運を良くすることすればいいんですよね。でもおそらくですけども、関係ないんですよね。関係ないんですよね。だったらこれ、筋力が世界一強い人が世界一足速いことになっちゃいますし、背が世界一でかい人が世界一足が速いってなっちゃいますし、世界一運がいい人が世界一足速いってなっちゃいますよね。そんなことはないってことですね。なのでちょっと別の分野ですね、違うことが実はその9秒58というものを作り出しているんじゃないのかっていうところにね、メスを入れてあげなきゃいけないということです。さあ、9秒58、足の速さを決めている構成要素は一体何なのかってことです。これを理解することによって、足の速さ、足を速くさせることができるようになるわけです。逆にこれを知らないと、最短最速で足を速くするっていうものにはたどり着けないわけですよね。いろんな練習して遠回りして、ようやくちょっと足が速くなったみたいな形で終わってしまうということですね。構成要素がきちっと理解できてれば、ピシッともう最短で自分の足を速くする、で自分の選手の足を速くさせることができるようになるんですよね。ただ多くの人がその構成要素を理解してないってことなんですね。理解してないんですよ。じゃあ今からしっかりとこれを理解してあげれば足を速くするってことは実はそんなに難しいことではないよっていうことです。でこれは陸上スプリントに限ったことではないわけですね。どんなことでも必ずその構成している要素、何をあげればうまくいくのかっていうものは必ず存在するわけですよね。それをきちんと見つけ出せるかどうか、そこに全てがかかってるわけです。じゃあですよ、もう早速ね答えいっちゃいましょう。足の速さを決める構成要素は2つです。2つしかないんです。何かというとこの2つです。ごめんなさい。スプリントのですね、足の速さの、ね、構成要素は何かというと、この2つです。ストライドとピッチと言われるものです。この2つで足の速さは決まっちゃうんです。言い切ります。決まっちゃうんです。言い切りましたね。本当かよと思うかもしれないですけど、本当です。この2つ以外ないです。ストライド。じゃあストライドというのは何かって言ったら、まあこれはね何か分かるかなと思うんですけども、要は一歩の大きさです。ね、一歩の大きさですよね。例えば今こうやって大股でよいしょってこういうふうにまたいだ場合っていうのは、まあ、おそらくストライドがまあ 1m ぐらいってことですよね。 1m ぐらい、一歩の大きさがストライドです。さあ、ピッチというのは一体何かっていうと歩数のことです。何の歩数かというと1秒あたりの歩数です。歩数パー秒、1秒あたりの歩数のことですね。1秒で何回足が出たかってことですね。ガーってこれで1秒で何回歩みが踏めたかっていうのがピッチっていうことです。だからこの2つでもうタイムは出ちゃうんですよね。出ちゃうんです。例えばです。ちょっと計算してみましょう。私鈴木が例えば 50m 走ったとしましょう。 50m 走を行いました。私身長がですね 1.74m、 174cm ですねあります。まあ至って平均ぐらいですかね。はい。で例えばです、これはもう仮にしましょう。 50m のタイムが例えば6秒0だったとしましょうか。6秒0ね、6秒ジャスト、惜しい。もうちょっとで5秒台なのに5秒台いけたらなっていう、ね、タイムですよね。だからもっと足が速くしたいんだよね、5秒台中盤ぐらいまで行きたいんだよねっていうね、今見てる方も多分いらっしゃると思いますけれども、それぐらいの足の速さだとしましょうね。じゃあこの、ね、6秒0で 174cm の彼鈴木という男がもっとタイム向上を狙いたいんだよねっていうふうに思った時に、どういう練習をしていったらいいのかってことです。6秒0の鈴木が、ね、5秒8になりたい、5秒5になりたいっていう場合にどのようなトレーニングをしていけばいいかということです。筋トレをすればいいんでしょうかね、さっきみたいに、ね、運を上げる練習をすればいいんでしょうかね。いろんな練習方法があると思います。何を上げていくべきかということをね、ここで導き出してみましょうということなんです。さあ今ですね6秒0でした。さあその時に一回こういうふうにビデオカメラを撮ってみるわけです。自分が、まあ、誰かに見てもらってでもいいんですけども、自分で例えば自分の走りをビデオカメラ撮りました。そうしたら 50m を走るのに鈴木は例えば25歩かかってたとしましょう。スタートって言ってゴールを駆け抜けた時にちょうど25歩目がポンとついてゴールを駆け抜けたっていうことですね。25歩でゴールしました。さあその時にストライドです。ストライドは何かっていうと、まあ単純ですよね。 50m 走で25歩かかったわけですよね。 50m というものを走るのに25歩かかったわけですから、1歩あたりの平均はいくつですか。単純ですよね。 2m ってことになるわけですね。まあこれはそんなに難しく考えなくても出てくると思いますね。 50m というものを25歩かけて走ったわけですから、1歩あたりの平均は 2m ですよね。 2m です。じゃあ25歩走ったわけですよね。25歩かかったわけですよね。そしてタイムが6秒0だったわけです。6秒0だったわけです。ちょっとここ消しちゃいますね。ストライドとピッチのところですね。25歩かかったわけですよね。でその25歩出すのに私は6秒間かかったわけです。25歩出すのに6秒間かかったっていうことですよね。ということは1秒間あたりに何歩私は歩を進めたかってことですね。それは何かというと25歩出すのに6秒間かかったわけですね、私の場合は。そうすると単純な森さんです。25歩出すのに6秒かかったわけですから6×4=24、6×4=26×1が6、6×6=36ですかね。6×6=6×6=6ですね。つまりは大体ニアリーイコールとして 4.17 ぐらいのピッチってことですね。とこれで出るわけです。ストライド 2m、 ピッチ 4.17 というのがこの6秒0を出した時の鈴木の現状なわけです。ストライド 2m、 ピッチ 4.17 というのが現状です。じゃあさっきも言った通りこの6秒0の鈴木はどうしたら5秒台、5秒8、5秒5になれるのか、どの練習をすればいいんですかっていう指標を出さなきゃいけないわけですね。さあそしたらここで考えるのが2つです。何かというとストライド狭いかな、つまり 2m じゃ物足りないのかなっていうことと、4.17 歩、1秒間に 4.17 歩は少ないのかなっていうこの2つを考えるわけです。ストライド短いのかな、歩数、ピッチ遅いのかなっていうこの2つを考えるわけです。そこで大体の適性というものがあります。適性表というものがありますので、それをちょっとね、書きますので、ぜひこれはね、皆さん参考にして覚えてください。これをね、参考にしていただくと、ご自分のね、タイム、ご自分の今の現状というものが、どういうものかというのが大体分かってきます。50m 走の場合ですね、ストライド。ストライドは何かっていうと、これ、身長のってつきます。身長の 1.1 倍から、1.2 倍に入っときましょうねってことです。先ほどストライドは 2m だよって言いました。 174cm の鈴木が出した 2m と、例えばボルト選手195とかぐらいですか、 195cm のボルト選手が出した 2m、 これ全然価値違いますよね。195のボルト選手が 2m って多分そんな難しくないですよね。でも 174cm の鈴木が 2m 出すのってなかなか大変かもしれないわけですよね。なのでここは必ず個人差がありますから、自分の身長の 1.1 倍から 1.2 倍に収まっておくと、まあ、いい記録が狙いやすいですよっていうことです。そしてピッチは 4.3 から4.9 ぐらいまでに入っておくと、まあ、なかなかいいタイムが狙えるよということですね。4.9 はね、これ結構とてつもなく速いです。とてつもなく速いです。 4.3 ぐらいはね、おそらく出せると思うんですけれども、ね、こういった指標があります。そして 100m も、ね、お伝えしておきますね。 100m っていうのは当然 50m っていうのはスタートがあって50でおしまいですから、スタートの時って当然ストライドもピッチも遅いですよね。で 100m になってくると後半の 50m っていうのはもうスピードが乗った時からスタートできてますから、当然ストライドのピッチも上がってくるっていうことですね。で、大体が 1.15 倍ですね。 1.15 から 1.3 倍ぐらいですねに入ってると 100m ではいいストライドだよっていう考え方です。ピッチの場合は 4.4 から 4.9 ぐらいに入ってるといいタイムが狙えるっていうことですね。っていうね、指標がありますので、これはね、皆さんぜひ参考にしていただければなと思います。さあ、そしてね、先ほどの鈴木見てみましょう。何かというと、私鈴木 174cm の男が先ほどストライド 2m でした。で 2m ってことは 2m÷174 ですよね。いくつだ 1.174 で 1.1 か 1.1、 ちょっとすいませんね、これ難しいな。2の 1.74 ですからね、1が入って260、2、80、22、1、1、4、5、7、1、8、6。だいたい 1.15 倍ぐらいですか。 1.15 倍ぐらいですね。なので 50m 走の中のちょうど 1.1 倍から 1.2 倍の間ぐらいに入ってますね。なのでストライドはまあまあ適正な範囲に入ってるってことです。で、先ほど出しましたピッチが 4.17 です。 4.17 見てみましょう。 4.3 から 4.9 です。お、ショット入ってないですよね。ということはこれピッチまだまだ上げた方がいいよっていう判断ができるわけです。なので先ほどの6秒0を、ね、5秒8にしたい、5秒5にしたいという目標がある場合に何に取り組んでいくかというと、ピッチの改善に取り組んでいきましょうねっていう練習の目標が立つわけです。ここで練習の目標が筋力をつけましょうねっていう目標になってしまうのがですよね。ストライドを伸ばしましょうねっていう目的になってしまうのか、ピッチを上げましょうねっていう目的で練習するのかでは、おそらくですけれども何ヶ月後に出てくる結果というのは全然変わってきてしまうということですね。だからこのスタートの時に何を目指していくのかっていうのを間違えてしまうと、大変なことになってしまうわけですね。時間の無駄になってしまうわけです。だから私が、ね、1.15 倍に入ってる、でももっとストライド伸ばしたいなと思っても、これなかなか大変なわけですよね。伸ばせるかもしれないですけども、それよりかはまだここにも入ってないピッチを上げた方が効果としては立ちやすいよっていう、そういう指標が見えてくるってことです。これはご理解いただけますよね。練習というものはね、必ず時間というものがあります。時間的制約というものがありますので、何が弱点なのか、何が、ね、自分の、ね、タイムをこう遅くしている要素なのかっていうのをできるだけ素早く見つけて、それを改善していくっていうことがね、非常に大事なポイントになってきます。なので、こういったですね、ピッチ、ストライドっていうものにスプリントを分解して現状を理解する、そしてどちらを伸ばしていくのかっていうトレーニングスケジュールを作ってあげるっていうことをね、理解していただけると、足というものはですね、スプリント能力というものは上がってくると思います、ね、足が速くて困る人はおそらくいないと思います。全スポーツの人がね、欲しいなと思う能力ではあると思いますので、ね、こういった現状をきちっと理解して、ご自分のですね、トレーニングに生かしていただければなと思います。思います。はい、以上になります。ありがとうございました。